さあ、車の中で粘土を温めました。2時間ぐらい温めました。柔らかくなるね。全然違うよ、さっきまでと。これでね、柔らかくなったので、この型取りがうまくいくんじゃないかなっていうふうに思います。お、動く動く。さっきまでと全然違うよ。柔らかくなって、おお、いけるね、いけるいける、これいけるよ。全然違うぞ。いけるいける。でもちょっとあれだな、これちょっとおかしいぞ。なんで？ちょっとね、この粘土ちょっとおかしいんですよ。なびいてる。ほら、こっちへ行くと刃が全体的に向こうを向いてる。で、反対にこうすると刃が全体的にこっち向いてる。なんで？なんでこんなにあれなの？刃がなびくの？ああ、これ刃が崩れちゃってるよ。なんで？ああ、刃が崩れてる。なんで？ああ、これ刃が崩れてる。わお。今度あれか、柔らかくなりすぎてんのか。粘土が柔らかくなりすぎてんじゃない？これ柔らかくなったのはいいけど、粘土の刃が崩れてます。こうね、柔らかくなって、あ、ほら跳ね上げてる。くそー、ここ、あー、ちょっと待って、へばりついちゃった。ギアに粘土がへばりついちゃったぞ。こいつ、くそ、あー、ダメだ。今度は粘土が柔らかくなりすぎ、ギアの刃にね、へばりつきます。粘土が柔らかくなりすぎだ。
そう。あ、また崩れちゃった。くそ。ダメだな。ボロボロどうすんだよこれ。確かにこうやってね、歯は刻まれるんだけど崩れてます。崩れちゃうな。くそ。なんでこういうくぼみができちゃうんだろう。ほら、ここ線ができてる。なんで。よいしょ。どうしよう。精度が全然出ません。精度が出ないよ。くそ。これじゃ型になんないよ。このやり方ダメなんだな。くそ。これじゃあね、エポキシを流し込んでも歯車としてギアとして機能しません。この粘土による拡大転写法ダメですね。これではうまくいかない。
困った、いよいよどうしよう。もう歯車でギアで行くしかありません。ギアで行くしかないんだけど、この方法では、粘土による拡大転写法では、ギアを作ることはできそうにありません。頭の中で思いついた時には完璧だと思ったんだけどね。これでギアができるって思ったんだけどね。これはね、実際試してみるとやっぱ違うね。頭の中で考えるのとは全然違う。やってみるとこれは実現不可能だ。弱った。どうしよう。